大将でいいですか。はい、親方、柳です。よろしくお願いします。なんかだいぶオープンが大変だったみたいです。そうですね、内装屋さんも飛んじゃって、で倒産したんですね。倒産したんですか。電子会社って大変なんですよ。え、それお金も落ちたんですか。途中で予算が足りないって言われまして、感じ悪い。出た。内心があったんですよ。通行は正直でもないです。プラスな気持ちで依頼するから、そこまで想定してなくないですか。だから結構遅れたんですよ。当初、夏でしたよね。最初は、4月の予定。4月、春。はい。オープンできたのが4月31日。でもその間も家賃かかったわけじゃないですか。そうですね、そういう保証とかも全部。いやー、クソだなー。専門ってどういうもんなんですか。カペリンっていう魚です。違う魚なんですか。魚全然違うんです、種類が。カラスのシシャモですとか、あとスーパーとかコンビニさんの中で売ってるシシャモが全部売って、カペリン。シシャモはすごいお願いする。怖いな、今まで食べたのはカペラッティ。やめても苦しませない。カペリ、カペリ、カペラッティ。はい、
うん、うまっ。貝の方もあった方がいいですね。貝の方、そうそう、本当だ、そうそうそう、ありがとうございます。さすが。おとろみがあるんですね。おいしい。それで3年やってみようと思って、当時の世界を変えて、3年経った時に、もうちょっとできるかもしれない。そのまま。回転制ではないですよ、時間で。あ、はい、何時に来てもいいですか。何時にお越しくらいでも、はい、何時までいらっしゃるか。さすがに当日フラッと来たいって難しいです。あ、全然大丈夫。大丈夫、はい。和食の、はい、要素を担当してる方って無理ね、大丈夫なら楽だけど、今裏にいる人が僕は小僧の時の大先輩だったんですけど、和食で20年ぐらいしてるので、その子もアイデア出してアレンジしてもらうみたいなところ、年間で市場に10日間ぐらいしか行くのが生のお客さんで、シャリあっさりしてます、ね、しょっぱくないのがいいの、もっときついとこだもんね、はい、ただこれ結構なんですね、あの塩味は結構強くて薬味は伸びないやつ、お仕事です。ありがとうございます。